アプリリアは今シーズン序盤は好調だったが、最近はトップ争いからは遠ざかっている。元 GP チームを預かるマッシモリボラ CEO は何か間違ったことをしたと認めている。2024年シーズンの元 GP は開幕からドゥカティが強さを発揮していたが、序盤はマーベリック・ビニャーレスがアメリカズ GP で勝利するなど、アプリリアがドゥカティに対抗することができていた。 しかし、アプリリアはその後調子を落とし、トップ5に入ることにも苦労するようになってしまった。後半戦の初戦となる第10戦イギリス GP では、アレーシエスパルガロがポールポジションを獲得して復活したかに思われたが、スプリントと決勝では共にズルズルと交代してしまった。イギリス GP を13位で終えたビニアレスは、ブカティが大きく前進したのではなく、アプリリアが交代してしまったのだと主張。 そしてリボラ CEO はライダーのそうした言葉に同意し、改善が必要だと語った。我々はシルバーストンで昨年よりも40秒と、永遠とも言えるほど早かった。しかしトップからは10秒も差をつけられたリボラ CEO はスカイスポーツイタリアにそう語った。結構3位だったフランチェスコ・バニャイア、カティから2.5秒差なのも事実だが、ここはアプリリアが常に早かったコースなんだ。 我々はパフォーマンス全体としてそれしか示せなかった。私たちは何か間違ったことをしている。そしてドゥカティは特にヨーロッパのコースに戻ってきてからは非常にうまくやっているんだ。彼らはグリップがかなり低いバルセロナでのテストを飛躍するために活用したと思う。うまくやってのけたんだドゥカティの今シーズンの大きな強みとして、2024年のミシュランタイヤから最大限のパフォーマンスを引き出しつつも、 レース終盤に向けたデグラデーション、性能劣化を最小限に抑える能力が指摘されている。一方でアプリリアは2024年型マシンではタイヤの消耗に苦しんでいる。イギリス GP でもビニャーレスはわずか6週でタイヤが終わったと不満を漏らしている。この状況に対し、リボラ CEO はアプリリアとしてレースウィークの大部分をタイヤの理解に使う必要があると述べた。 ヨーロッパへ戻ってきてから、アプリリアはフロントローにはよく並んできた。スプリントではそれによってうまく守れているが、決勝の長いレースとなると中盤から我々は十分な競争力がないんだ、タイヤの消耗に関連したマネジメントの課題がある。我々は間違いなくそこに集中しなくてはならないし、 週末の計画として Q1 から予選を戦うリスクを取ってでもそこに集中しなくてはいけないかもしれない。金曜日にもっと多くの情報が必要になっている。我々はコースに出てすぐに速さを見せているものの、タイヤの問題で行き詰まってしまう傾向があるんだ。メカニカルと電子的な面で、我々には取り組むべきセットアップのテーマがあると思う。そして週末をどう管理していくかという面もある。 タイヤの消耗についてもっと取り組み、違いを生み出すものを探していかなくてはならないかもしれない。